時間差あったが全員集合できたな。シャスター、敵はこの中ってことでいいのか。おそらくな。オブシディア城の中でここほど戦いの舞台にふさわしい場所はない。キリト、準備はいいか。十分に装備を確認しろ。一度入れば引き返せないと思え。よし、兵を率いるのはこちらに任せろ。お前は好きなだけ暴れてこい。来たか。歓迎しよう。ようこそ諸君。カブリエル、随分と余裕だな。こちらプーを撃破し、人質二人も救出した。あとはお前をこの城から、いや、この世界から追い出すだけだ。降りてこい。できないならその玉座から引きずり下ろしてやる。剣士キリト、そうせくな。私の部下は討ち取られたか。まあ想定内だ。随分と余裕だな。こんだけの戦力、一人でさばききるつもりか。そうだぜ。お前はもう完全に包囲されてんだよ。おとなしくお縄につけてんだ。ああ、往生際が悪いぜ。白旗を上げるタイミングを考えてるなら話は別だが数が多くなると吠えるのは自信がない証拠だ。やめた方がいい。なんだと？てめえ、俺たちを舐めすぎだぞ。いや、そんなことはない。称賛の気持ちはある。洗脳なしに、本来なら殺し合う構造に置かれている者同士が手を取り合って団結した。素晴らしい。軍を率いる手腕がある者がいないとなせぬことだ。ええ、三つの世界が団結して、今お前の退路は断たれています。おとなしくこちらに拘束されなさい、ガブリエル。アリス、アリシア。アリシア、誰のことですか。失礼。君は私の大切な人に似ているんだ。私が殺した最愛の人にね。運命が自らねじれたとしか言いようがない。もちろん君は極力傷つけず回収するつもりだが、それでももう一度私の元へ帰ってきてくれることが嬉しいよ。大切な人なのに殺した。帰ってきてくれて嬉しい。何を言って。聞くなアリス、あいつの言葉に耳を貸す必要はない。アリスに手出しはさせないよ、ガブリエル。まだ彼女を奪うつもりなのか。この軍勢を前にして引く気はない。そういうことかい。人海軍、暗黒海軍、リアルワールド騎士団、三世界の軍勢だ。それでも相手にするというのか。無論、最初からそのつもりだ。なんだありゃ。あいつコンバートした姿を変えやがったぞ。これが真意の力なのか。俺はその時、彼がガブリエルという名前を持った意味を目の当たりにしていた。聖書に存在する大天使の名、リアルでは珍しい名前ではない。だがこの局面、奴がセルフイメージで
わざわざ天使の姿を描いたことが恐ろしく思える。この男は神の使いの姿で俺たちに何をもたらすつもりなのだろう。まずは再戦と行こうか。Yeah!
口叩いた割にはこっちに押されてんじゃねえか、ガブリエルさんよ。さすがにこれだけの数を相手にするのは骨が折れるか。たとえ一騎当選の強者であろうとも、こちらの団結力にはかなわないはず。このまま打ち取ります。ああ、アリスを狙おうとする者をこの世界から追い出すんだ。ガブリエル、いい加減観念しろ。その馬鹿げた姿のまま退治してやる。ケンシキリト、この姿が不快なようだな。悪魔のような男が天使の姿をしてるんだ。ジョークが過ぎるぜ。私を見つめるたびに見るそのしかめ面を眺め続けるのも面白いが、戦いに集中してもらいたい。でもこちらでどうかな。
暗黒界の魔女。どうも、人界の最高権力者。決戦前、小耳に挟んだんだけど、私の名を語って少女を誘拐したのはあの男ってことでいいのかしら。おそらくはな。助け出した者たち以外、罪もない少女たちは二度と帰ってこんだろう。暗黒界で女が生き延びるにはどれだけ狡猾でも足りないものよ。運命だったのね。仕方がないわ。そう言いつつ苛立っているようじゃが。自分のための怒りを、裏切りをするのは好きだけれど、されるのは大嫌い。徹底的に潰すわ。完膚なきまでに打ち負かしてやろうという点だけは同意する。暗黒界の魔女よ、一つ勝負といかんか。剣士たちをどれだけ援護できるか、術勝負じゃ。あら、いくら人界の最高司祭代理とはいえ、この私と勝負？お断りと言いたいところだけど、乗ってあげるわ。ねえエイジ、援護勝負だって。私も参加資格あるよね。剣士を奮い立たせるのは歌姫の務めだもの。やめておけと言いたいが、聞きそうにない顔だな。うん、じゃあ好きにしろ。僕のやることは変わらない。歌姫を守るのは剣士の役目だ。剣士たちよ、臆するな。いかいかしたこの部屋におったとしても、加護は常にお主たちに降り注いでいる。暗黒海軍、舐められたままで終わっていいと思ってるの？これからが勝負よ。あいつをぶちのめす。いいわね。そっちが天使。いえ、打天使の姿でもひるまないわよ。どんなところにも歌を届けるの。この声が枯れるまで歌い続ける。みんなのために。さあ、第2ラウンドだ。ミュージックスタート。受けたまわります。行きます。くらいなさい。行くわね。行きます。くらいなさい。
で決める。Yeah!
アスナ、あいつなんか変だ。ユキ、こっちに来て。私から離れないで。聖典より飛び出した天使の姿にも畏怖せず、堕天使から招く食らい尽くす姿に命乞いもしない。あやつ、まだセルフイメージを練り上げる気か。一体何になるつもりじゃ。求めたら、それには恐怖が。
潔い死を、恍惚とした死を、誉れある死を、いや、凄惨な死を、苦痛の死を。心と魂のすべてを今食らってやろう。